どうも、ドズルです。そしてボンジュール、ボンジュールだ。そしてこんにちは、オンリーです。そしておっす、オラオラそっちが正式なの？いや、どうしたらいいですか。もうおっちゃんの方がいいよ。そのボスオラオラフはボンさんに無理やりやらされてるボスオラオラフはあれだって。まあいいや、ということで今日もですね、こちら4人で動画を撮っていきたいと思うんですけれども、本日新メンバーが新しく加わります。今日発表する新メンバーと5人で、2021年はね、頑張っていきたいなと、思っているわけなんですけれども、はい。まあ、いきなり発表するのもまたあれなんで、ちょっと、この新メンバーに連想してみんなでまたね、10分間で建築ないしは、そのイメージに沿ったものを作りたいと思います。なるほど、うん。これもね、昨日も言いましたけど、新メンバーに対する愛が試されますから。わかりました。皆さん大丈夫ですか？いや大丈夫ですよ。今回メサだから、ちょっとあの初期アイテムとか木とかがないから、いろいろ工夫しながら作ってくださいね。色はいっぱいあるな。色はいっぱいあるんだけど、素材の集まり方がちょっと難しいかもしれない。確かに確かに。うん、オラックなんか分かんないことあったら聞いてね。はいはい、じゃあ皆さん、10分間ですよ。はい、これ愛が試されるからね。そうね、どんだけしょぼくてもそれがもう作品になるからね、うんうん、それではいきます。1についてよーいスタート。始まりました。10分間って短いんですよね。短い短いでしょ。言うてこの素材集めの部分もあるからもっとよね。そうなのよ。オンリーひどくない？なんかクオリティがひどいぞ、オンリーの。これちょっと良くないオンリー出てるな、完全に。完全に良くないオンリー。悪いなこれ。オンリーこれはしご何これ。はしご何それ。はしご何。いいこれつけとこ、つけとこ。いや、なんか眉毛ついてたかなと。眉毛ね。残り1分、残り1分、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ピピーピピピピー。さあ、ということで、じゃあ一人ずつ見ていくか。ちょっと、はい、オンリーの方から見ていこうかな。はい。俺まあ伝わるけど、まあ、うん、ちょ、先に謝ってきます。すいません。謝ってくださいの本人来る前に。続いてボンさん。これよ。ああ、ボンさんこれか。ヒーハー。まあヒーハーのイメージあるかもしれない。あるヒーハーのイメージある。僕はね、この人が一番生き生きしてるのよ。なるほど、それいいんすよ。問題これよ。問題はこれよ。問題作だもんね。違う。やばいよ。いきますね。これ尻尾です、尻尾。これ目です、これ目です。いやいや、で何？これ動物です。恐竜？恐竜じゃない、恐竜じゃない。いや、これあれですよ。いや、つけたしたの。何つけたしたの。亀じゃないっすよ。恐竜かのどっちか。下の線路は何これ。確かに下の線路はヒントでしょ。いや、これは、あの、適当につけました。マジでわかんない。これちょっと難しい。難問だな。典型的な絵心ないやつみたいな。絵心ないやつ。そう、絵心ない芸人みたいな感じだな。よし。じゃあちょっと本人呼ぶか。本人呼びましょう。はい。怖いな。怖いな。それでは、ドズル社5人目の新メンバー、この方でございます。よろしくお願いしまーす。そこをオツですじゃないのね。すみません。この度2021年から、メモドズル社に加入して、一緒に活動していくことになりました。よろしくお願いします。お願いします。めん、はい、今日は麺のためにみんながそれぞれ麺を連想するものを作ってきたんだけど、あ、じゃあここで後ろを向いてください。わかりました。後ろを。じゃじゃーん。
わかりますわかりますよ。オンリー微妙な反応されてるぞ。めっちゃ開ける娘でした。一応言うと、はい、ペンのなんか手書きのこういう絵あるよね。ありますよ。ツイッターのアイコンの方が今これですね。ツイッターのアイコンこれだもんね。それは、うん、それには似てると思う全然、うん。続いて、はい、ボンさんの作品はこちらでございます。これでしょ。これはちょっとずるいもん。これでしょ。文字書いたらずるいよ。これでしょ。よく書きますねこれは。うん、よく書くでしょ。よく面書いてる。面のイメージこれだから。そうね僕のイメージこれなんですか。そんなことあります。僕のイメージはこちらよ。面、はい、面はやっぱアマンガスしてる時一番生き生きしてるんだよ。なんか解放されてる。なんかいつもの面、そうそう、なんかリミッターが外れてるから。そうだね。なるほど、確かに。ここまではいいね。まあ言うて。まあね。うん、まだまだ。ね、問題はこちらよ。こちら。これなんすか。いやわかんない。誰もわかんない。僕誰もまだわかんない。分かってないの。これステゴサウルスじゃないんですか。いや僕もね恐竜かなって思ってるんだけど。オラ君これなん。これ面です。待ってだからオラフ君の目には面がこう映ってるってことよね。面です。大丈夫。どういうことなの。これ面が、うん、これ面の目。あ、面もがれた。飛んでる。これ面の花。花。どういうこと。いや、面がこうよ日本足でこう歩いたらこうこんな感じになるみたいな。マジでわけわかんない。マジでわけわかんないよ。なんかやばいのやってます。やばいよね。というところで、今日初めてのこの5人での、撮影なんですけれども、はい、やっぱ目って言えば建築じゃないですか。うん、ありがとうございます。協力してやっぱちょっと建築にまつわる企画をね、今日はやっていきたいと思います。なるほど。一気にオラフ君で不安になってきてる。はい、本日の企画、建築しりとりきましたね。お題から一人ずつ、建築でしりとりをして、うん、こう最後までちゃんとつながったら、チャレンジ成功となります。わかりました。しりとりとかでリで始まったらリンゴを作ってもリンゴとは言わなくてね。はい、次の人はあこれリンゴかなって言ったら5から始まるものを作ると。なるほど。なるほどですね。で建築しりとり5人でちゃんとリレーできるかと、いうね、この絆も順番大丈夫。絆の順番大丈夫。真ん中に入れたいよ。真ん中に入れたい。面取りでいくか今日は。あー、わかりました。5番目務めさせていただきます。では、トップバッターオンリードズル、オラフ君、ボンさん、メンで大丈夫。メンまでたどり着けるから問題ない。それでいこう。じゃあフィールド作りまーす。チャリーン。よーし、じゃあ会場できた。しりとりで1人3分でいきましょう。はい、お題は、はい、1月に関わるもの。じゃあ、今年は牛年だから牛にしよう。し、じゃあいきます。今から3分間です。はい、牛について、よーい、スタート。さあ始まりました。うわ、おあ、色が汚い。色が汚い。色が汚い。しよね。し今完成度的には何パーセントぐらいまで。もうほぼこれなんですけど。嘘でしょ。どうしよう。大先輩ちゃん、どうしよう。しですよね。しだよ。しですもんね。見上がってきた。そう、後ろに壁が現れて、ボタンを置いてますね。いやー、ボタン置いた。わからない。なんだろうこれ。なんだろう。文字書いちゃダメだよ。しりとりだからな。いや、どうしよう。論理が焦ってる。珍しい。さあ、制限時間が迫る。6、
5、4、3、2、1ピピーうわーあーちょっとゆっくり見ていい、はい、ほう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 ちょっと待って。今やっと。分かった。やっとピンときたかもしれないです。よかった。オッケー。多分、いや、多分これだと思うけど。いやー。いや、まあ行こう。オッケー。どうします？全員繋がってなかったら。解散。1月3日解散。オッケー、行きましょう。お、冬かどうかちょっとよくわかんないね。おそらく冬。こんな曖昧なもんある。何を作ろうとしてるの。オッケー。行きます。大丈夫。はい。位置について。よーい、スタート。始まりました。さあ、素材を探しております。伝わってんのかどうかよね。お、そうよね。何色？黄緑。あ、分かったかも。早い。これで？何これ？うん？いやもう完璧。伝わってるこれ。伝わってる。完璧。全然わかんない。全然わかんない。何これ？ちょっと待って。今のところ直立した青虫ですよ。そういうことか。そういうことか。これ、そういうことか。あと1分。ちょっと待ってよ。多分あれかな。何かを作り始めました。これは？全くわからん。時間がない。さらに白いものが伸びて。これ何？さあ追加で何か。全くよくわかんないっす。ピピー。ピピー。これ最後何これ？言っちゃダメです。僕言ったらね答えになっちゃうから。最後。全くわからん。デカめの AA が出てきましたよ。つながるのか？以外分かってるんですかこれ？いやもうそれはもうオラ君が受け止めてほしいよやっぱ。もうこれを見て何を感じ取ったかっていうのを。どうした？笑いが。いやもう行きます。もう行く。よし。OK。笑っちゃってんじゃん。じゃあ3分始めていい？笑っちゃってんもんもう。行きますよ。位置についてよーいスタート。さあオラ君始まりました。そもそも3分の中で素材を見つけることができるのか。それがね、やばい。あ、でも早い。黒色。黒の羊毛を取り出して。なんだ。四角い形ですか、これは。こんな感じでするか。ほう。とりあえず、長方形の黒い四角が現れましたね。赤色。このカラーリングなんだ。さあ、残り半分、1分半。1分半か。やばいな今のところ。なんでしょうね。火をくべている。なにこれ。火をくべた。マジでわかんない。あーやばい、もうこれが限界かな。まだ30秒あるよ。限界じゃわかんないって。わかんないって、こんな。なんかないかな。5、4、3、2、1ピピーさあ、ボンさんにバトンが渡りました。何これ、わかんない。これこれはなかなかいい作品ができましたね。うん、味があるね。味がすごい。全然わかんない、マジでわかんないこれは。あれまさか、もしかしたら。地方に地域によって違うから、もしかしたらあるかもしれない。はいはい、はい、それでは参りたいと思います。1について、よーいスタート。
さあ始まりました。さあ果たしてこのオラフ君の建築をどう捉えて新メンバーから新メンバーにボンさんが思いをつなげます。なんだこれは、なんだこれ、緑と赤、これはすごい、なんだこれは、やばいなこれ、バケツじゃ怖い怖い、子供泣きますよこれ。あー分かるかも、分かったっちゃ分かったんですけど、このオラフ君と繋がってるか分かんない。ちょっと待って、確かに、あー分かった分かった、坊さん うまいかな、うまい、マジで分かんない、ごめん、いやあれだった、僕ピンときました、なんかピンときました。でも分かる、分かります、分かります、分かります、分かる。マジで僕だけ分かってない、マジか。あとでちょっと答え楽しみにしてて、僕今んとこカバオくんしか思い浮かんない。カバオくんからなんでカバオ、いやいや、だからなんでカバオくん作ってんだろうなと。確かに。じゃあラスト、おはらめ、僕っすもんね、言ったれめ、問題はこっから始まる言葉を考えなきゃいけないですもんね。そうね、なんだ冬の言葉でこれの終わりから始まる言葉、多分いけます、これが繋がると。さあ始まった、あれあれ、オラフ君とあれ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 まずオラクと一緒になっちゃう。オラクと結構似てる、似てるよ、似てるよ、スタンス。分かった、オムニちゃん。分かった。お、早い早い早い。それっぽいものをぶち込んでいけば。あー、分かる。いいね、いいね。あー。はい。こんな感じ、はい、ああなるほどなるほどなるほど、うまいうまいうまい、いやうまいわ、あっと2、1、ピピー、ピピー、さあということで、5人全員の、作品が完成いたしました。果たして5人しっかりしりとりでつながっているのでしょうか。オンリーのを僕が言った方がいいのか、ああ確かに確かに、そうね、でオンリーが正解か不正解か言えば、はい、いい感じよね。こちらオンリーの作品はこれね、後ろにある家で分かったんですよ僕。おお、家の前になんかこう木っぽいやつがあるじゃないですか、はい、これは正月に飾るしめ縄でございます。正解です。おお、すごい。でも玄関なかったらマジで分かんなかった。いや、ここに伝わったね。家の前に飾ってんのかなと思って。ああ、そういうことか。ああ、よかった。よかったよかったよかった。これは難しい。はい、じゃあ続いて。まあ。じゃあ、オラフ君、頼んだ僕のこの作品を。このドズルさんの作品はもうこの棒とこの白いので分かりましたね。お、分かった。じゃこれはこの緑色のやつは抹茶かなと思って、はい、これはわらび餅でございます。ビビーわらび餅じゃない違うんですか。あ、じゃあみんなわらび餅だと思ってた。僕わらび餅かと思いました。いや、あれ、え、これ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 、え、これ、え、これ、あれっすね、これ、醤油ですよね。醤油。醤油。で、これ。これ醤油と、これ。醤油とこれ。ほら、くん。わさび醤油。正解は僕は、わさびでございました。いや夏だと思うよ、わさび。え、待ってください、これなんですか、これ。これ確かに。これは、涙を流してる。あー、高いから。これは分からんと。建物を踏み切るもんかと。こっちの方が自信作。あー。なるほど、なるほど。わさびは冬、なんか雪の中にあるイメージだけどな、分かんない。あー、そういうことか。なるほど。あー、言われてみれば確かに。さあ続いて
じゃあオラフくんの作品をボンさんから発表をお願いいたします。こちらオラフくんの作品は、はい、火消し。火消しって何？火からつなげたのよ。そう、わさび。火消し、はい。僕これヒーターだと思ったんだけど、オラフくん正解は？チゲ鍋です。絶対わかんないよ。チゲ鍋ね。チゲ鍋か。いやでも確かにわらび餅から来たらワンちゃんチゲ鍋もあるな。なるほどな。いや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 、確か赤いもんね。確かに。チゲ鍋で言われたらチゲ鍋。言われたらチゲ鍋だ。チゲだチゲだチゲ。じゃあ続いていくか。あ、じゃあ麺、これをボンさんの作品を当ててください。ボンさん作の獅子舞ですね。正解でーす。なるほどね。ありがとうございます。獅子舞だ。本当だ本当だ。言われてみれば、あ、うまいわボンさん。これは獅子舞だな。はいはいはい。あ、だからボンさん的には火消しだったから。火消しだったから。火消しからの獅子舞。なんか火消しが持ってるなんか棒みたいなやつを。はいはいはい。をイメージしたのかと思って。じゃあ。獅子舞いからの、まあ、僕のやつですね。はい、いって分かったんで、ね、じゃあこれオンリーちゃん、はい、一応確認なんですけど食べ物ではないですよね。ええ、あれ、え、いや保険かけるな、オンリー保険かけるな。あ、じゃあもうオンリーストレートに言います。オンリーだって一番最初に分かったって言って、確かに確かに、はい、いやちょっと、はい、こちら大原めの作品は正解は何でしょう。いろりだと思います。残念。と思った。これな、鍋っぽいんだけど、獅子舞いから繋がるから。そうです。麺が正解してたから。いいです。これ一回お皿に出すんだよね、こっちね、取り皿に。取り皿があって、お箸があって。取り皿があって。もう明らか鍋に。インドカレーとか。なんで、なんでそうなる。インドカレーは何作るでしょ。インドカレーこう食べない。石鍋、石狩鍋。じゃあ正解でございます。サーモンですよ、これはどう見ても。石狩鍋って何そもそも。サーモン、これ石狩鍋ですよ。北海道の鮭のやつよね。あ、そういうことか。あー、味噌味もある。わかんない。石狩鍋ってわかんないよ。チャリーン。というところでちょっとね、先行きが、いや、みんな大丈夫です。これから僕たちはね、一つになっていくんで、なるほどね、はい、一番最初のコラボではちょっとだこれ年末やって、うん、もう一回やろう。いやもう年末はビシッと会う。ビシッとくる。それはもう1年一緒に活動していくわけですから。こう年末ね、またリベンジやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。というところで、じゃあ本日の動画こんな感じで終わりたいと思いますが、じゃあメンちょっと、はい、メンバーに加わっての抱負を最後にお願いします。まあ僕が加わったからには、もうご機嫌なもう愉快なメンバーとして、もう特にやることはないですけども頑張ります。まずフラグだったまあまあまあ、まあ、みんなでね、また5人で頑張っていきましょう。はい、麺の、YouTube チャンネルもね、いろんな動画上がっておりますので、ぜひ麺のチャンネル、そしてオラフ君のチャンネルもね、この機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。オンリーもね頑張ってるんで、オンリーのチャンネルもよろしくお願いいたします。お願いします。ボンさんはやってないか。いや、やってますよ。あ、やってます。ちょっと活動してます。ちょっと活動してます。はい、ぜひね、全員分のチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。というところで、じゃあ本日の動画こんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。おすすめの動画も見てね。見ればあなたの生活がゴールデンになります。めちゃくちゃうさんくさいよ。ゴールデン変な感じで使わないでよ。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。